おはようございます。おはようございま す。先週に引き続き今回も、はい、ゆばぼんチャンネルのゲストは福祉バンドさんでお送りします。よろしくお願いします楽しくいきましょう。はい、元気に元気にいきましょう。はい、先週はあのゲーム戦の紹介をさせてもらったんですけど、はい、うん、このゲーム戦ともう1曲というか、まあ、正確にはもう2曲なんですけど、ちょっと今週はもう2曲目をちょっと紹介してもらおうということで、2曲目のイザナミっていう曲を作ってもらいました、はいはい。イザナミの PV もできましたので、はい、まあ、いい曲ですよね、イザナミも。ありがとうございます。またガッと PV 戦のとこカラーが変わるっていうか、全然、うん、そうですね、全然違いますよね。違いますね、うん、まあ西条といえば、そうですね、もうこの、うん、この伝説を埋もらせておく手はないですね。まあいろんな方が今あの雑誌、まあ、本にしたりとか、うん、そういった講演会でちょっと語り部的にっていう方もいらっしゃるんですけど、歌がないよなっていうことをちょっと気づいてしまって、うん、ああ歌作ってみようかなとか始めたんですね。あ、うん、そうなんだ。そうですね、まあもともとメロディーはあったんですけど、もともと僕と寺門は違うバンドでやってたんですけど、うんうん、そこでこんな曲あるんだよってちょっと弾いてみたら、うん、ちょっと賛同してもらえたんで、そうなんだ。で、まあ、作詞をして、うんうんうん、まあ、ここに至ると、うん、で福祉バンド結成で形になったという、そうなんですね、経緯があります、うん、なるほど。詩なんですけど、ザナミの切ないですよね。切ないですね、やっぱりそのイザナミの伝説のイザナミとイザナギの、やっぱりその出会って、うん、やっぱまあもっとね、うん、あの神の国の世界、そうですね、そうですね、で最後別れるという切ないその物語をちょっとイメージした曲になっているんですよね、うんうん、はい、もうこれもね、ぜひあの、うん、あの神社っていう素晴らしいあの神社が西条町にはありますので、イザナミ様を祀っている神社なんですが、まあ、そこと合わせてね、あの聞いてもらいたいということで、そうですね、頑張って撮影もね、寒い中寒かったんでいただいたんですけど、寒かったですね。いや、10月の終わり、そうだっけ、そうそうそう、11月、うん、すごい寒かった記憶が、ね、つい1週間がすごい暑かったのに、あの日だけ寒かったですね、うん、そうそうそう、でも日がこう隠れてちょっとチラチラ見えるから、なんか幻想的なね感じだったなっていうのはあるんですけど、あのぜひ4月毎年29日に熊野神社春季大祭、熊野さんが最上町で開催されてるんですが、ちょっとコロナでね、まだどういう形になるかっていうのが、ね、まあ、今月中に決まるんじゃないかなと思うんですけど、ぜひ今開催されたらね、そうですね、福祉バンドさんにはあのライブをしてもらって、ぜひね、よろしくお願いします。神社で演奏をさせていただきたいですね、まさかね、この神社で演奏が ね、できる、まあ、まだわからないですけどね、まあ、話変わるんですけど、ゲイビー戦はね、うん、西条駅の前でそう話してもらったので、そうそう、本当、イザナミは熊野神社でいうのが僕らの本当目標でありますんでね、うん、そうですね、ちょっと楽しみに、はい、うん、開催されたらあの観光協会でも告知をしますので、ぜひその時は皆さん足を運んでいただいて、うん、美味しいものを食べて、イザナミね、ね、美味しいものありますよね、うん、そうなんですよ、ね、あ、
ぼぎがね、それがちょっとあ、そうなんですか、うん、今年ないんですよ。あそうなんですか。そう、なんか どんぶりありますよ、はい、何でしたっけ、どんぶりボギの、いやいや、ボギじゃないです、あの、どんぶりの手紙だ、そう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 、手紙だ、そう、手紙だね、いろんなものをね、のっけて、小学校の時の給食で、給食出たんだ、出たと思います、すごいな、あんな豪華な、なんかご飯の上に、そう、山菜とか、ちょっとあの、鶏そぼろと、そう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 、え、イザナミジャイアンの方が作りに来たって、いや、じゃないと思う、あ、すごい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 給食の人たちっていうか、最上の2大丼ぶりですからね、ひばごん丼とイザナミ丼、一つですか、ひばごん丼、もちろんです、ひばごん丼ぶりか、イザナミジャイアンのひばごん丼ぶり、あら、あら、今後、イザナミ、イザナミ、イザナミだったかもしれない、まあ、イザナミチャイアンさんがね、まあ、春から多分4月から営業再開になりますので、イザナミ丼ぶりも、あのイザナミ丼もぜひ食べに行ってくださいね。お願いします。ちょうど桜も見頃かな、はい、そうですね、4月25日、今年はね、ちょっと遅いって言ってたから桜、そうなんですか、うん、この鳥居さんの周りの桜って綺麗ですよね、うん、そう、すごい綺麗なんですよ、そう、いいですね、あとあの芸備線でもね、紹介してるんだけど、まあ、先週にちょっと戻っちゃうけど、この二連原の桜並木もね、あすごい綺麗なんで、お花見とか、そうですね、芸備線乗って今流れてる曲は、まあ、ああ、桜っていう曲もありますので、はい、よろしくお願いします、ぜひぜひ、そうですね、反映できればいいかな、うん、うん、そうですね、でも、本当ちょっとまだもう一作が PV が完成してなくて、曲はできてるんですけどね、で、あの3部作になってます、で、またその最後の曲、ね、曲なんですけど、まあ、できたら、あの3部作としてちょっと観光協会からあの作品を出したいと思ってますので、ぜひその時は皆さん、あの手にしていただけたらなと思いますので、はい、そこのお知らせもまたお楽しみにですね、はい、よろしくお願いします、はい、あと私、バンドさんもライブ、そうですよね、イベントとかで、ね、うん、呼んでもらえたらっていうのもありますので、まあ、ぜひ、うん、まあ、イザナミもね、芸備線もあの西条町内だけではなくて、庄原市内でも、ね、あの通ってるところと歌えるし、聴けるしって言って、そうですね、うん、あの出演依頼なんかも、ね、ぜひ、はい、していただけたら、あの嬉しいですね。そうですね。うん、そう、あのたくさんの方に本当に聞いていただきたいので、うん、ぜひよろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じですかね。あと、まあ、メンバーちょっと今日は皆さんも、ね、来てないですけど、そう、まあコロナでもあるし、そうですね、ちょっと少人数で今日は参加してもらいました。うん、本当に皆さんね、魅力的な方たちなんで、あとボーカルのチクレさん。ね、うん、あの片岡さんです、はい、あとキーボードの鹿島さんですね、はい、なんかそれぞれ個性的で面白いですよね、なんか面白いってなんかすごい私的にも面白い、あの素敵なんだけど素敵だし面白い、あのいや一番可愛くて面白いのは岡崎さんですから、あ、私寝ていただけるんですかマネージャーで、じゃあちょっとメンバーの一人で、あ、嬉しい、やったー、じゃあ一般の資源です、よろしくお願いしますThank you.
また見てね。